ありがとうございます。大ちゃん愛してる。もう愛に。ありがとうございます。魔法の杖のバイアノニーだって南さん。ありがとうございます。可愛かったよ。ありがとうございます。スイカ欲しい。新しい夏ギフトなのにだって。可愛いね。ねえ、スイカラブ。いきなりすぎて、だって名前がなんかさ。スイカラブ。なんかいつも思ってたかっこいいじゃん。いきなりのスイカラブってさ。ヒヨリンさんは何歳ですか？25歳です。狼さん、柴犬。ありがとうございます。現在ですね、18,500 コイン頂戴しております。残り1500コイン頂戴しましたらですね、ヒヨリンがシャワーを浴び始めます。ぜひとも応援して、ネモさん、トラベルイズユー。ソウルセオール、はい、ありがとうございます。新潟県三条市タクシードライバーヒヨリンと申します。よろしくお願いいたします。ヒヨリンタクシー乗りたいです。ぜひとも乗ってください。インスタグラムのダイレクトメッセージからご予約受けたまわっております。月にです、あ、月にじゃね、週に2回までしか、貸し切りをしておりませんので、結構先の、予定まで埋まっております。ぜひとも見ていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、佐藤ちゃん、マイク、ありがとうございます。マイク、ドリームさん、マネーガン、ありがとうございます。はい、超えました。2万コイン超えましたので、車を洗い終わったらですね、これからヒヨリンの洗車に入ります。いいんですか？はい、ありがとうございます。はい、ジン様、野球ボール、サッカーボール、テニスボール、野球ボール、サッカーボール、テニスボール、野球ボール、サッカーボール、テニスボール、アウトだった。ジン様、野球ボール、サッカーボール、テニスボール、アウトだった。蜂蜜いっぱい食べると5個ぐらい出てよ。ゾウさん、ダンベル、モモさん、ワクワクドキドキ、ぜひともね、楽しみにしておいていただければと思います。洗車機に入りますか？洗車機、カブ洗浄やる？カブ洗浄だったらまあいいけど、カブ洗浄ね、カブ洗浄反応するんかな、あれね、まあ、で、じいさんは草、ジャンプすればジャンプすれば、うん、反応、一緒に乗ればあれするかもね。はい、マリスザさん、ヒヨリンさんのタクシー、はい、ヒヨリンのタクシーです。ミッチーさんが We Are の歌詞を歌ってる。何 We Are？ あのありったけの夢とってやつ、ありったけの夢をかき集めみたいな。みなみさん、それ読めないわ俺。カブ洗浄じゃなくてなんちゃら洗浄になるよって、ね、それ読んじゃう、読むとバンされるから、またまたそのタクシーはヒヨリン専用なんですか？そうです。はい、スカスカさん、サブがあったのか。そうなんです、あの普段はですね、モデリンのアカウントとなっております。ヒヨリンのアカウントで配信ができなくなった時にですね、サブアカウントで配信しております。ぜひとも応援していただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。新潟県三条市タクシードライバーヒヨリンです。よろしくお願いいたします。ヒヨリンを嫁にください。みなみさん、医療用語なのに、そう、医療用語なのにって言えるような言葉でもダメだって言われるんですよ。マジでこれも本当です。はい、もう信じられないでしょ。信じられない。はい、しずさん、魔法の杖、ピーピカピリラ、トポリのペンブルさん、ありがとうございます。はいはい、シーズシーズゴーゴー。ありがとうございます。マサちゃん、手乗りハート、ブリ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 、ありがとうございます。マサちゃん、手乗りハート、ブリ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 ありがとうございます。水入った？入ってない？ちょっと、ちょっと濡れたぐらいか。はい、お兄さん、画角頼みますよ。頼まれ、何を頼まれてんの俺はね。魔法の杖が一番体力使えそうだって。視聴者がどんな数になるのやら。いやいやいや、そんな増えないでしょうよ。今現在ですね、725人の方からヒヨリンの洗車を見ていただいております。2万コインを頂戴したので、皆さんこれからですね、車の洗車が終わり次第、なんとヒヨリンの洗車に移行いたします。いや、別にそんな大したものじゃないから。はい、ただ洗うだけですからね。はい、浴びるぐらいだし。はい、これから、てかね、いやいやいや、みなみ聞きましたよ、私。どこの女にプライベートジェットあげるかって言ったら、おい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 、何を若干に浮気しとんじゃん、あなたは。この野郎。長い目で見たら私の方がいいですからね。長い目で見たらね、その女の人の方が顔が可愛いかもしれない。長い目で見たら私の方がいいですからね。ヒヨリン、シートベルトを拭いておいた方がいいよ、だって。いや、皆さん、ウケる風だって。塩つけなきゃ、塩つけなきゃ。はい、車のワックス何使ってますか？なんか英語のやつです。英語のやつ使ってます。はい、あんまり、はい、東京はもう暗いですが、新潟はまだ明るいんですね。そうなんですよ、まだ比較的明るいです。こっちは晴れておったので、まだ明るいです。はい、これから、ヒヨリン、洗車が終わり次第ですね。ヒヨリンがまずシャワーを浴びます。はい、シャワーを浴びたら車内入れないですね、ヒヨリンさん。ねえ、
天天さん笑い方大好きです。ありがとうございます。純也さんトイレ扉ないの。そうなんです。なんと男性扉、扉をつけるお金がなかったのに扉がついていない。そんな状態でございます。三条タクシー、はい、ぜひとも応援していただけると幸いです。よろしくお願いいたしますね。中にちょっと綺麗なトイレあるんだよ、はい、なのにあのドライバーさんはこぞってこっちが好きみたい。はい、そうなんです。ネモさん塩販売するんですか。そうですね、あの販売はしません。はい、あのファンクラブの、ファンクラブの返礼、上級の返礼、返礼ヒオリンソルト、ヒオソルト、返礼品ヒオソルト。ファンクラブの返礼品ね、やばいね。ヒオリンの塩ラーメンはいつ販売しますか。ほらね、高さん。はい、キラリさん、お盆休みってありますか。はい、ございます。はい、あさってしあさってとお休みでございます。リザードンさん、はじめまして。切れてますか。切れてないです。切れてない、切れてないよ。はい、めっちゃ切れてない。はい、洗車タオルはそこら辺にあるタオルですか。はい、はい、得意なものまねありますか。クレヨンしんちゃんです。芦田愛菜さんです。はい、うん、ミキサー車もタクシーも毎日の洗車大変ですね。そうですよね、ミキサー車の方が大変だと思います。はい、てんてんさん笑い方グッと、ありがとうございます。これからですね、洗車が終わり次第ヒヨリンがシャワーを浴びる配信でございます。ぜひともね、皆さん、ご覧いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。これステッカーのね、文字変えられないんだね。フォロワー数が足りなくてステッカーの文字変えられない。さ、フォロワー数がある程度超えるとステッカーの文字が変えられるようになるんだけど、変えられないんですよ。はい、サービスショットかよ。そうなんです。さっきまでですね、なんとヒヨリンこの格好で海に入っていたので、なんとベト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 しております。なのでその塩をですね、洗い流すためにこれからシャワーを浴びるんですけれども、コインをいただいたらシャワーを浴びるという約束で配信をしております。皆様からいただいたコインがですね、規定量を達しましたので、これからですね、洗車が終わり次第ヒヨリンが、シャワーを浴びる配信に移行いたします。ぜひとも応援していただけると幸いです。よろしく、何の応援だよ。よろしくお願いいたします。はい、シャワーを浴びる配信って言葉だけ聞くとやばいはい、あのこのシャワーですからね、この車洗うこのシャワーを浴びるだけの配信ですからね。はい、洗車機でキッチンマット洗ったらドッカンってすごい音鳴りましただって、ウェイトンさんヒューヒューナイスシャワーだって、はい、あのぜひともね、ご覧いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。新潟県三条市宅地ドライバーヒヨリンです。よろしくお願いいたします。ヒヨリンね、ちなみにね、はい、あのアイドル路線で売ってないんで、ちょっと可愛いかもしれないですけど、はい、アイドル路線で売ってないので、はい、あのそこだけご了承願います。はい、芸人路線で売ってますんで、はい、ぜひともね、応援していただく方は芸人なんだなと思って応援していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、ヒロ君、いや、やばいでしょ。何がやばいんで、ヒロに着替えはあるのないですよ。あるわけないじゃないですか。あのこの前、あのフォロワーさんからいただいたオリジナル T シャツ着ます、ね、うん、オリティ着ていきます。はい、ナイトちゃん可愛いかもだって。マサさん、やっぱりねだって。オカミさん、芸人だったらねだって。はい、はい、新潟県三条市タクシードライバーヒヨリンです。よろしくお願いいたします。よーし、はい、浴びるか。はい、リヴァイさん、こんばんは。車戻してからにしようかな。あ、そうしよっかな、それがいいな。うん、びしょびしょで、そうね、可愛いような気がします。可愛いよね。自分の車濡れちゃうようだって。ジュニアさん、リフティングしながらシャワー浴びてください。リフティング、はい、むずいね、要求が。うん、シンさん、鍵と鍵アンナ、ありがとうございます。はい、あとはマイク、何がいる、ありがとう、うん、こんなもんじゃないですか。うまい、うまい。うまい。ナイス、車庫入れ。ピンク仕様は女性乗務員専用ですか。そうですね。タクシーは二種免許いるんだっけ。そうです。二種免許が必要です。普通二種免許が必要です。
お一撃奈良さんナイスー。ねえうまいよね、一発だったね。ヒョリンさん素晴らしい。あのいつも座ってる、座敷のあれがなかったから、低いか低く感じた。フェンダーあれだったけど、なんでフェンダーミラーなんだ。タクシーはフェンダーミラーですよね大体。まるでタクシー運転手さんみたいに上手ですねだって。一応プロなんですよ。ゆうさんはじめまして。はじめまして。はい、じゃあちょっくら浴びていきましょうかね。はい、みんなありがとうございます。皆様のおかげでね、ありがたく浴びさせていただこうと思います。はい、浴びさせていただこうと思っております。これから、シャワーを浴びる配信を進めていきます。しんさん愛してる。もう愛に、ありがとうございます。毎日洗車ですか。そうですね、基本的には毎日洗車です。ゆうさん可愛いですね、ありがとうございます。新潟県三条市タクシードライバーひよりんです。よろしくお願いいたします。今日はですね、さっきまで海に行っておりまして、海にこの格好で入ったため、めっちゃしょっぱいよ。はい、めちゃくちゃしょっぱい状態でございます。マサさん芸人魂見せてください。何でもなん、はい、こんなね、プロの芸人じゃない。 TikTok で心配なんだかだって心配らしい。まあ大丈夫、多分大丈夫ですわ。ピー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 、二人で乗るとどう。この前なんで乗ったんだろう逆に。ねえ、洗車機で浴びるの。はい、そうですね、カブ洗浄したい。この前なんで乗ったんだろう。お、来た。勢い、勢いやばくない？勢い勢い、勢いマジでやばくない？勢いがやばいよね。勢い、勢いマジで勢いよ、勢い、勢いマジで勢い、うん、強すぎだね。いやいや、勢い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 、マジで勢い勢い、やばいって。いやいやいや、勢い勢い勢い、やばいっすから。そう。そう、見えるとバンになるからね。見えなければバンになりませんから大丈夫です。見えるとバンになるけどね、全く見えなかったら大丈夫です。はい、カブ洗浄の勢いがすごいだってね。え、本当そう。